初めて見に来てくれた方は、はじめまして。また見に来てくれた方は、ありがとうございます。一気と言います。で、記念すべき最初の PS3 作品として選んだのは、2013年に発売された、日本一ソフトウェアさんのアルカディアスの戦姫となります。で、完全初見となりますが、よろしくお願いします。スタートー。で、まあ、インストールは終わってまーす。始めから、おっと、幕が。ああ、やられてる。なにこれ、みんな、もしかして倒されちゃったの？倒されちゃった。ひどい。現状は悲惨。敵はこの奥だね。よし、行こう。お、怖っ。無事だったんだね。今助けるから。ダル、なんかヘッドホンしてる。なんて、逃げて、逃げてください。いや、それはできないよ。ダル、攻撃された。逃げて。あなたでも倒せない。そうなの。でもあのままにはしておけないよ。どうしよう。いけない、いけない。早く逃げて。ダルを置いて逃げれねえよ。私は大丈夫だから任せて。お、向かってった。私はシュベールト王国の戦姫ブルミエール。あー、このキャラクターが戦姫かな。ブルム姫。戦姫の名にかけて今からあなたを成敗します。ちょっと今気づいたんだけど、基本はフルボイスなのかな。まあいいや、攻撃すると。あ、幕閉まった。またか。あ、操作説明見よう。方向と左スティックで移動。ジャンプが、とりゃー、ジャンプがバツ、 L1 ガード、 R が、はい、アイテムか。ポーズ、何コマンドリスト。え、何これ、もしかして格ゲーみたいなもんなのか。いや、なんか歌ってる。歌入った。とりゃー。基本操作と各キャラクターの技のコマンドはポーズメニューからコマンドリストを見ると詳細を確認することができる。おお。一通り操作ができていったら右へ進み、そう、戦闘開始。さあ、張り切っていこう。おっと、はっ、勝った。食べ！グッズ！そりゃー！食べて！よし、バッティングを！おぉ！あぁ！お！光って、まぶしい！倒したか？もう、ナウローディング多いなぁ。
倒してない。あ、待ちなさい。待て姫。あ、ガル大丈夫？立てる？兵士の弔いを、それから兵団の立て直しを。全滅したので。全員やられてるのか。あいつ相当強いのか。わかった、ちゃんとやるね。というかこれ始まって早々なんですけど、あとはラーツ君に任せる。ラーツ君、誰ですか？ラーツって誰？なんで知らねえんだよ。肝に持つなよ。誰？ねえ、誰ってば。起きて。目覚まさないかな。起きてよ、ダル。眠っちゃダメだよ。雪山で眠ったら死んじゃうよ。ダル。あ、暗くなった。おうおうおう、びっくりした。ここは。ウェルテクス大陸の西部を治める国、シュベールト王国。これ難しいな。農業を生業とする穏やかな気風の国だが、はあ、モンスターと呼ばれる異形のものが跋扈し、人民に多大な被害を与えていた。相当だぞそれ。尊き命が失われることを嘆いた王は軍を設立し、国内各地に兵団を配置して人々を守っていた。兵士の数は多い。だがそれでも被害はなくならない。王をはじめ多くの人民が悲嘆に暮れていたその時、一人の姫が剣を取った。美しくも惜しく戦場をかけるその姫を人々は戦姫と呼んだ。城だね。お兄ちゃん、お待たせ。急な呼び出しとかどうしたの？お兄ちゃんなのこれ。どういうことですか？休んでるところごめんね。新しい従者を紹介しようと思って。はあ、シグト王、王様鳥なの。新しい従者って誰の代わりの人？はあ、そうそう、ラーツ、おいで。ラーツくん来た。あ、緑色の人。ラーツ、お初にお目にかかります。プリム姫、僕はラーツ。本日より姫の従者となりました。姫の従者となりました。以後よろしくお願いします。初めまして。私、戦姫のプリュム。プッちゃんって呼んでね。よろしく。プッちゃんって呼ぶんだね。新しい従者を連れてくるのが遅れてごめんね。ずいぶん不便だったでしょう。遅れてごめんねってどういうこと？あの怪物が現れてから時間経ってんのか？ううん、そんなことないよ。どっちかっていうと寂しかったかな。ダルが急にいなくなっちゃったし。ダル死んだの？やっぱりめっちゃ落ち込んでっけど。だからね、ラーツが来てくれて嬉しいな。テンション、ちょっと待ってね。テンションの上がり下がりが激しいな。ありがとうございます。そう言っていただけると僕も嬉しいです。あ、あとね、私敬語って好きじゃないの。だから普通に話してくれる？なるほど、敬語嫌いな人か。まあそれは分からなくもないな。
親しくなったら敬語いらないよねって人なんで、僕も。はい、わかりました。じゃなくて、うん、わかったよ。順応しすぎだろ。そうそう、その調子。仲良くしようね。さて、自己紹介も終わったし、そろそろ仕事の話を始めようか。おお、そうだ、仕事か。ガーツ、戦姫とは人民を守るため兵の先頭に立ちモンスターを狩る姫将軍というのは分かってるね。将軍なの？姫じゃないよ。はい。では戦姫の従者とはなんだ？なんだ、わからないっす。戦姫に付き従い身の回りの世話をするものですよね。半分正解で半分アウト。アウト。正解。残りの正解は何？正解はいついかなる時にも戦姫に付き従い彼女のサポートをするものだよ。え？戦闘するの？これもしかして。いついかなる時にもと言われますと。そうだよね、戦場へもついていくってこと。あ、やっぱそうなの。戦場行くんだ。僕も戦場へ行くのですか？うん、その反応正しいかな。そう驚かなくても大丈夫。危なくなったらプリムが助けてくれるから。じゃあラーツクいらねえじゃねえかよ。何のために存在するんだよ。でもずっと守られてるんじゃダメだよ。徐々に強くなっていってね。はい、肝に銘じておきます。別に一緒にいてくれるだけでいいよ。前の従者のバルは何にもしないで私を応援する歌を歌ってただけだったから。ラーツ戦ったよ。ラーツじゃねえ、ラーツくん戦わせるんじゃないの。ダルは歌ってただけだよってひどいけどさ、最後戦って死んだってこと？やっぱりダルはそれでよかったけど、ラーツはそれじゃダメだからね。もうなんでだよ。とりあえずプリムについていって実戦経験を積んできてほしい。はい、わ、はあ、かりました。できる限り努力します。うん、よろしくね。それからプリム、ラーツはあんまり戦闘経験がないから気を配ってあげてね。もう大丈夫それ？はい、任せて。久しぶりに来てみれば随分と賑やかになったじゃないか。誰？あ、ユニ。ユニ、ユニベール。もしかしてそこにいる野草男が新しい住職か？ひどい言われるようだけど。おいおい。そうです、はじめまして。僕はラーツです。あなたはどちら様ですか？ああ、はじめまして。私はユニ、工芸士だ。城の工芸品の修理工というやつだな。へー、戦えるのか。ちょうどいいところに来たね、ユニ。せっかくだからプリウムたちについて行ってあげてよ。まあ、いけるんだ。というかね、王様軽すぎないか？大丈夫かな？これひどいけど。世界観はな、可愛いんだけどな。キャラクターも可愛いけど、なんか王様の軽い気がする。ラーツがほぼ初陣でね、プリウム一人じゃ心配なんだ。ほぼじゃねえわ、完全に初陣だろ。なるほど、そういうことなら構わない。どうせ暇だし、最近運動不足だったんだ。それにダーヘルを殺し姫兵団を壊滅させた例のモンスターのことも気になっていたしな。やっぱりダルはやられちゃったのか。はい、命令を受けたら即行動。即行動。はい、行ってきます。レッツゴー。お、ローディング。ニュー、
右へ、ダーツ初めての戦闘開始。何？戦姫の新しい従者として配属したラーツ。戦闘に不慣れみたいだからプリムとユリの指導のもと戦闘訓練をさせることにしたよ。合点承知。合点承知。頑張ります。頑張ります。了解した。了解した。到着。ここでモンスターと戦うんだよね。うん、でも大丈夫だよ。そんなに強いモンスターじゃないからね。ということは何？スライムとかそこら辺なのかな。ほらプリム、一般兵とお前を一緒に考えるんじゃない。どういうこと？なんか怖いんだけど。もうユニってば心配性なんだから。大丈夫だよ。ここにいるモンスターは、モンスターは怖っ。え、パンダじゃん。骨パンダだもん。骨パンダだもんじゃねえよ。パンダって危険なんだぞ。おっきいクマの猫って書いてパンダなんだぞあいつら。そうか、戦姫からしたらパンダは雑魚だけど一般兵からしたらパンダ最強みたいな、そういうことでしょ。これ大丈夫かよ。うわ、大きい。しかもいっぱいいるんだけど。骨パンダじゃねえわ。慌てるな。そう難しい相手じゃないから。やめてください。そうそう、ドカってやってズバババーンってやれば簡単に勝てるよ。レイ、チューチューロケット。なんかな、ズバババーンって聞くとチューチューロケットを思い出すんですけど、皆さんはどうですか？知らない人も多いかと思いますけど。わけのわからないことを言ってないで、戦闘準備。はい。よーし、それじゃあ行くよ。レッツゴー。張り切っていこう。怪しい森。なんかちょっと待って、鳥がいる。なぜ負けるか。なぜ。よいしょ。よろしく。了解だ。任せた。任せて。逆襲開始だ。L2 なんだな。よし。よし、次。次。よっ。はっ。ああ、また行った。
了解です。ラッツにしよう。とりあえず5ぐらいまで上げれば大丈夫でしょう。いや、いや。ほら。いけ。よし。いや。いや。準備の攻撃。いや。まだ来るか。いや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 。くそ、やっけ、やっほら、このサイズだ。起こさない方がいい。スライジング地味だな。やっけ、やった、やっ、ほら、ぶっ飛べ、いけ、くそ、だ、舐めないで、て、力を貸して、おー、待つ、て、やっ、て、よし、ぶっ、だ、逆、やっ、こんな野郎、やっ、よし。やっと終わった。こんなところか。薬は苦い。やっほー、取得するアイテム。おお。あれ全部取得あるのか。なんとか終わった。無事で済んでよかったよ。ねえユニ、骨パンダが武器を落としていったよ。武器なんて持ってたっけ？武器だと？なぜモンスターがそんなものを持っているんだ？人間を襲って奪い取ったのかな。そんなことできんの？モンスターがそんなことするかな。私武器取られたことないよ。それは強いからだろう。そうだよね。そこ納得しちゃう。ひとまずその武器を持って帰ったらどうだ。放置していくのももったいないだろう、まあ、そうだよね。持って帰れば誰かが使うかもしれないし。それじゃあさっさと帰るぞ。私は早く昼寝がしたい。もう誰か来たよ。あ、こんにちは。こんにちは。あら、こんにちは。この辺モンスターが出るみたいだから気をつけてね。気をつけてね。あなたはどうやって来たんですかね。はーい、あなたもね。うん、去っていった。綺麗な人だったね。花が咲いてる。そうだね。でも、どうしてこんなところに一人でいたんだろう。あの女、この国の人間じゃないぞ。なんでわかるんですか。工芸士さん、どうしてそんなことがわかるんですか。いや、なんとなく。なんとなくだね、勘なんだね。それよりラーツ、その工芸士という呼び方はやめてくれ。普通にユニでいい。あと敬語もいらない。そうだよラーツ、仲間なんだから仲良くしよ。まあそうだね。はい、気をつけます。それじゃあ城に戻るぞ。報告しよう。あ、そんなに落ち込んでどうしたの。報告わかるのかよ。え、どうした。陛下、あの、何をおっしゃっているのかさっぱりわからないのですが。ごめんごめん、翻訳スイッチ切りっぱなしだった。何それ、翻訳機能あんの。え、
何をやっているんだ。何を。大変なことになっちゃったってどういうこと。だからなんでわかるんだ。よっちゃん、陛下がさっき言ってたことわかるの。ガビーンみたいな。バカ、そこに触れるな。話が長くなる。あ、すいません。実はさ、南の方にさ、でっかいさ、武器庫を作ったじゃん。武器庫作ったじゃんじゃねえわ。知らない。そんなの作ったっけ。なんで知らねえんだよ。作ったの。でね、それがモンスターに襲撃されてさ。軽く言うなよそれ。まさかその中に保管していた武器を根こそぎ強奪されたのか。まさかの。ユニ正解。もうだろうなと思ったよ。護衛の兵団は何をしていたんですか。それはね、聞いてみようか。兵団の親睦バーベキュー大会をやってて無人だったんだって。は？親睦バーベキューはわかるよ。大会ってなんで。大会って。大会？バーベキューでなんで大会がつくんですか。全然ね、同じこと思ったよ。いいなバーベキュー。お肉だったらいくらでも取ってきてあげるから、私たちもやろうよ。その反応もおかしいんだよね。ぶっちゃん可愛いけどちょっと天然さんなのかな。おかしいな。待ってろこのバカども、話が進まないじゃないか。すいません。その通りですよ。それでその話がどうなるんだ。武器集めてきてほしいな。でっけハート出てっけどさ、要するに武器庫を奪わ、なんか武器庫を襲われて武器取られたから取り戻せってことだろ。いいよやるやる。こっちも軽いな。ありがとうプッちゃん、さすがは俺の妹戦姫、助かっちゃうな。かっこいいな。かっこいいなじゃねえわ。すげえ喜んでる。通常のモンスター討伐任務に加え武器の回収もするのか。なかなか大変そうだな。そうだね。まあ一つはさっき回収できたけどさ。もしかしてもう取り返してきたの。さすが早いね。惚れちゃう。惚れちゃうじゃねえよ。でしょ、この調子でガンガンやるよ。ドヤってしてる。ドヤ顔してんな。それじゃ次の戦闘に備えて街で準備しておいで。行ってきます。町で準備。お、道具屋。ここが道具屋さんだよ。うん、それでもってあっちが武器工房。武器工房なんだろう、鍛冶屋みたいなもんなのかな。とりあえず道具屋に入ろう。武器工房はその後だね。それじゃ道具屋さんにレッツゴー。暗くなった。あ、また幕かよ。もう幕閉まったらローディングか。あ、動けるんだね。じゃあまあこの画面に来たということで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願い。